皆さんこんにちは。今日は予言を熱心に求めるについてです。予言の働きは神様が教会に与えられた大変重要な働きです。ところがこの予言に関していろんな意見があります。それは愛を求めるべきであって御霊の賜物を求めるべきではない、御霊の賜物を求めるとずれるなどです。その結果予言の働きが用いられないということが起こってきます。しかし第一コリント14章1節では一番重要であり中心である愛を求め、その上で御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと語られており、また第一テサロニケ5章20節予言をないがしろにしてはいけませんとあり、予言を熱心に求めることが書かれています。予言は危険だから触れてはいけないとは聖書のどこにも書かれていないのです。私たちが聖書的な歩みを求めるなら、愛を求めるのとともに御霊の賜物、特に予言することを熱心に求める必要があります。なぜならその中で表される神様の特別な計画があるからです。その際は1予言などの御霊の賜物は教会に与えられたものなので、教会の管理の中で霊的な権威である牧師に従って用いる。2必ず吟味する。このように聖書的に正しく用いることが重要です。その時予言の働きを安全に用いることができ、また予言を通してでなければ開かれない神様の大きな恵みと働きが表されます。主の言葉を信じ予言を熱心に求める時に素晴らしい主のご計画が開かれます。ではまた。